どうもこんにちは、たまちゃんです。さて本日は、ホールズ・オブ・トーメントというゲームを遊んでみましょう。こちらまた面白そうなゲームが登場しました。内容は最近ではとても多いヴァンパイア・サバイバーズ系ですが、なんと見た目が初期のディアブロのような側になっています。これによって、昔のディアブロのようなアクション RPG が好きだった人にとってはこういうサバイバーズ系を待っていたと評判の声がとても上がっています。現在までに Steam では非常に好評になってますね。で、プレリュードということでデモ版なので正式版は後日登場するようです。で、見た目以外の特徴としてはまさに昔のアクション RPG っぽく、装備部位を集めるトレハン要素もあり、まあもちろん死んでしまうと失うとは思いますが、ハードコアモードを短い時間で繰り返し遊べると考えると、ローグライク系が苦手な方でも入りやすいのではないでしょうか。というわけで、早速始めていきましょう。さあこの画面、ご覧ください。まさにディアブロ。あ、ゲームパッド、倒してるかな？動きますね。ああ、いいね。これですよ。まさに待っていた。こんなヴァンパイア、サバイバー付けよう。さあ、始まりましたが、これで移動？で、エイムと、さらにアタックがR2。お、始めすごいシンプルだ。で、Y で、なんか、切り替えができると今書いてありましたが、おー、いいぞ。なんか画面左上になんか宝箱ですかね、何かがあるみたいな、そんな表示がありますが、さあ早速レベルアップ。ここら辺は定番ですね。もう画面左のライフとかもね、まさにディアブロライク。あとここら辺のフォントとか。さあまずはどれがいいんだ。アタックスピード上げるか、移動速度上げるか。まずアタックスピードかな。さあ上げて、まずこいつらを倒して画面左上向かってみましょうか。で、右下にもなんかあるみたいですね。で、たまに緑色のハートが表示されるけど、おう、レベルアップも早いね。次は、ピックアップレンジ。これあげるか。やはりお金の回収は重要ですからね。これなんか時間制限とかあるんですかね。こちらがレベルアップしない限りは敵は強くならないとか、どうだろうね。でも倒せば倒すほど、ライフが上がってるの見えますね。そこら辺の樽を壊せる。この先には、あ、ライフ回復今、すごいゆっくりなんだ。現在471ですが、敵を倒すというよりは、やっぱり一定時間に回復かな？で、かなり移動してるんだけど。全然、左はつきませんね。本当にあるのか？すごい遠いぞ。これの背景壊して、なんかあるかな？感謝のつわりじゃないけど。何か出たようには見えませんでしたね。お、ようやく、たどり着いた。さあ、お宝、装備だ。なんと、装備にも強化要素がね、ついてるんですね。ヘルスキャパシティ。これはライフ関連ですね。これはクリティカルダメージアップ。これは移動速度アップ。じゃあまずは、移動速度。三つのうち一つ選ぶと。新しい敵が出てきた。やばい。スライムのような何か。次は右下に行ってみましょうか。また遠いかもしれませんけどね。レベルアップも適切に行わないとね。さあ、次は、メタボリズム、ライフ回復。やはり初めは、攻撃力アップでしょうね。ライフよりも。当たらなければ問題ないんだ。さあ、このスライム、もとい。なんかチョコが入ってそうな。そんな生命体ですけど。今、左の方から、青色の敵が出てましたね。エリートかチャンピオンか、わかりませんが。ここでもディアブロライクですね。しかし、触れなければ、問題ない。いや、すんごい強いこいつ。めちゃめちゃ強い。今の私で、勝てるような強さじゃないんだけど。さあ、うまく、
回り込んで、お金回収していく。ちゃんと拾わないとね、ここら辺は。ちんまり貯めてと。これだけまとまってると、それ以上出てこない感じだね、今んとこね。まあそのうちでしょう、敵の量は。さらに、威力アップ。ダメージアップしよう。どれくらいバフがついてるかとか。画面には表示されてないかな？今んとこね。なんだ？なんか出てきたな。クエスト、コンプリート？サレベルアップ。じゃあレンジを伸ばしましょうか。これで、より遠くまで届くと。あ、Y を押すと、自動で、剣を切るか、押しっぱなしでね。もしくは任意に連打するかみたいな。そういう感じかな？お、数え。しかしこいつらを倒し終えたら、相当レベルが上がりそうな感じがする。これどうだろうね。見た目に反して重たいのかどうか。今とてもしかしね、パソコンには優しい感じだね。全然うなってないパソコンは。で、新たなインプ系の敵が出ましたね。今んとこまだ特に飛び道具を撃ってくる敵とかいないようだね。まあ、体当たりでダメージ受けるから、こいつらが飛び道具みたいな問題はありますけどね。レベルが、もうちょいだか。おっとっとっと、いいぞ、レベルアップ。じゃあ回復量増やそう。よし、切れ、切りまくれ。いいぞ、ここに、たっぷり落ちてる。今まで貯蓄が、すべて入手できる。ぬりゃー。あ、インプが現れた。こいつら素早いな。あばばばい。やばい、結構素早い、本当に。全然右下に行ける気がしない。いいぞ。いっぱい押してる。拾いまくって、レベルアップ。ピックアップレンジ。これを伸ばしましょう。よりレベルが上がりやすくなりますね。このデモ版だけでもね、なんか、アンロック要素があるとは聞きましたが。他のキャラクターも選べるようになるんじゃないかな？あ、なんか来た！また新しいボスか？まだ先ほどのボスも倒していないのに。アタックスピードアップ。あ、強そう。ディアブロっぽい。いきなり強い。大砲みたいに持ってますね。で、何かを召喚した。ボスキャラ2体か。で、声はブッチャータイプだね。フレッシュミートとかなんか言いそうな。おっしゃ、おら、こなろ。いいぞ、たまにクリティカルが出る感じか。たまにではないな。結構出るか。200とかね。でもライフが減ってきたな。まずいな。エリアを増やすか。いや、まずはダメージ頑張りだ。ブレるな、良くない。レベルアップよりも、やはり装備品集めがね、優先するべきなのかもしれませんね、これはね。雑魚敵は今んとこ問題なく、捌ける感じだけどね。おー、ばばばい、また新しい敵、あばばい、噛まれてる、やばい、死ぬ、早くも死にそう。あー、レベルアップ。クリティカルヒットチャンス。それアップする。あー、しかし、この周りの、囲まれるのは厳しい。おーっとー。よし。ホイモを突破せよう。あー、下からすごい来た、危ない。そして新しい敵。なんか魔法使いみたいなやつが、弾を打ってくる。ああ。一回上に対して、レベルアップ測るんだ。あ、倒しそうだ。もう一度で。このブッチャーもどき。ブッチャーディアブロー。やった、倒した。何かが、ちょっと読めなかった。実績は達成したようですが、しばらくは安泰になりそうだけど、やばいやばい、囲まれる。うおー、ギャーやべえ、生きてる。残りライフ、28。かろうじて生きてはいますが。じゃあ、ここで一気に、右下向かうか。いや、でもな。まだ囲まれそうな感じすんだよな。こいつら捌きたい。俺、捌け。あいつを倒すんだ。こいつももうちょいで、倒しそうだね。これを倒したら、まだ実績が、達成されるんじゃないの？なんか落とした。ドロップアイテム、開いた。
ルートアイテムだ。行きたいけど、まだ次はデカスライム。ギャー、ルート品が拾えなかった。あー、やばい。でも面白い。あ、アラさん、ヒーロー来た。次は弓使いかな。おー、でこれなんだ、レジスター、マップですかね。なんかそんな感じだね。ここら辺はクエスト。おー、クエストを達成することでなんかもらえんのかな。いいぞこれ。これは超面白いぞ。製品版出たらもう絶対買いますね、これは。じゃあ行きましょう、再び。それ弓使い。右下に行ってみよう、次は。そして本当に、さっきは全然ね、装備品拾えませんでしたからね。今度強いな、この弓使い。レンジがあるから、敵がすごい倒しやすいんだけど。はじめの戦士に比べてね。レベルも上げやすいんじゃないの？しかし、何かが弱いんだろうね。耐久性がないとか。あ、普通にお金も落ちる。足るから。で、これなんだ？アビリティ。あ、今まで、アビリティ取ってませんでしたね。魔力の概念はどうなんだ？これは、オーブを召喚する？くるくる回る。これはなんだ？投射物。何かがスプレッド。何か分裂する。で、これはライトニングストライク。真ん中にしてみようか。投射物。画面右側に設定されましたが、お、一定時間で。自動的に発動かな？あ、これ初め取った方が絶対いいよね、これね。全然強いよ、ほら。めちゃめちゃ強い。今んとこスキルに関する能力アップは出てませんね。手剣は上と下に発射されますね。キャラクターの向いてる方向とか関係なし。だから敵の上下に位置した方が、ちょっと強い感じかな。やつを倒して、ルート品を入手するんだ。さらにスキル。じゃあ次は、ニードル。これにしてみようか。あた！ランダムのピンク色の何かが発射されてますね。お、ついにスキルに関する能力アップが出ましたね。ベースダメージアップ、レンジもアップする。こちらは、ニードルレンジ。レンジが上がる。どっちでもいいかな。まずこっちにするか。お次は、これはなんだ？サイズが小さくなる。しかし、アングルサイズが増える。で、もう一つ、弾が増える。これにしてみようか。サイズが小さくなる？あー、まあ。ちっちゃくなって。角度が増えた。まあ、現在上下のみですが。その広がる範囲がね、どんどん増えていくのかな。今後ね。あ、意外と背景に引っかかる。キャラクターが。で、何かがアンロックされた。お金を集めた。今のところお金を何に使うかとか、そういった要素ありませんね。お店とかあるのかな。さあ、ライフアップ。ああ、このキャラやっぱり初めからライフはちょっと少ないんだね。さあ、装備品。エクイプメントにバッグもあるね。で、画面右下がお金とかですかね。ダメージアップ。指輪でいいか。お、画面上にポーションが落ちてる。ポーションは即時回復か。ようやく出ましたね。回復系のアイテムが。今んとこかなりレアだな。あ、これ、貫通量。限りがありますね。無限じゃないんだ。まあ、さすがにそうか。無限だと強すぎもんね。逆に。その場合、やっぱり、ファイター。あの剣は多分ね、貫通量は制限ないと思うんで。集団にはファイターの方が強くなるのかもしれませんね。そのうち。しかし、この手裏剣は貫通するからね。やはりこれをうまく。当てるかどうかだね、今んとこ。何か達成されたか？新しい敵。なんこいつら。うわぁ、気持ち悪い。なんだ？ガルパーみたいなのが現れた。うわぁ。焼けただれたガルパー。犬のような何かですね。インプも出てきたけど。さあ、どれを狙う？
まずはレベルアップ。なんとかなってる。そして緑色のスライム、いかにも毒々しい毒あたりが、あ、巻き散らされてますね。あれに乗るとやばそうだが、このエリートはもう少しだね。あれ待てよ、盾壊したと思ったらなんか中身のライフが出てきましたね。今ね、エリート倒したかな。画面外で、あ、倒れてますね。新たなスキルを2するんだ。よし、残り2つか。じゃあライトニングストライク。お、画面内のランダムの敵に雷ですかね。新しいボス、スケルトンキング現れた。ほら、あわい、そう、うまくくぐり抜けていく。おお、移動速度が速いスケルトンが、道が、うわー、やばいやばい、おっ、手アップ、よいしょー、危ないぞ、いやー危ない、うわー、無念、15分か、くそー、ハマる。新たなヒーローは暗録されなかったね。じゃあもう一回ファイターで挑戦してみようかな。これはなんだ、シュレイン、あ、これが暗録要素かな。高級的な能力でしょうね。じゃあアタックレンジ、これでいいか。そう、次はさっき試せなかったこのオーブ、あ、こんな感じなんだね。あ、このオーブも強いんじゃないの。このオーブとあと手裏剣、その2つが強い感じかな。初めに取ると良いのはね。うおー、これは死んだな、だーでは、無念だ。では本日はここまでということで、いや本当に旧ディアブロをサバイバーズ系にしたそんな作品でした。面白かったです。で、今後クラスが増えて装備品も拡充されていくと、より楽しさがね増えていくことが予想されます。まあ、こちら無料で遊べるので、気になった方はぜひダウンロードして遊んでみてください。じゃあ、というわけで実況はたまちゃんでした。